さん、こんにちは。 iTalk You Talk Press のヘズと申します。私は日本に住んで23年になりますが、この23年間よく日本語を間違えてしまいました。例えば17年ぐらい前にある村で働いていました。で、ある日職場に電話がかかってきたので私が出ました。そうしたら相手がわしですがと言いました。で、年配の方で、で、わしさんはどなたでしょうかと思って、なので私がどちらのわし様でしょうかと聞きました。そうしたら相手がは？わしですがもう一度言いました。で、どうしたらいいかわからなかったので上司にすみません、わし様からのお電話ですと言いました。そうしたら職場にいる人たちがみんな大笑いをしました。そのわしは私という意味だと分かりませんでした。で、結局そのわし様は田中様でした。で、みんな大笑いしましたが、まあ私は少し恥ずかしかったけど、まあ私も笑いました。まあ勉強になりました。これから少しずつ私の日本語の間違いを紹介したいと思います。で、次の動画でお会いしましょう。